ペッカリネは、フィンランド出身のアイスホッケーのゴールテンダー。現在 NHL のナッシュビルプレデターズに所属している。2010年、プレデターズ所属のリネ2000年から2003年、リネは、フィンランドのホッケーチームであるオールンカルパトのジュニアチームでホッケーを学び、2005年に優勝したカルパトに2004年から2005年まで所属し、主に、 ニクラス・バックストロムのバックアップを務めた。2004年の NHL エントリードラフトで8巡目258位でナッシュビル・プレデターズに指名された。2005年8月23日、プレデターズと契約し、プレデターズのトップマイナーリーグであるアメリカンホッケーリーグのミルウォーキーアドミナルズに所属し、北、アメリカでの活動を始めた。当初リネは、 ブライアン・フィンリーのバックアップ候補であったが、フィンリーの不調により、リネがスターターとなった。2006年夏、リネは面識のないカップルに暴行され、その最中に肩を脱臼した。そのため手術を受けねばならず、シーズン最初の4ヶ月間出場できなかった。2005年から2006年シーズンにプレデターズの2試合に出場した。一勝一敗で防御率0.900。 一試合平均失点数3.80の記録を残した。2007年から2008年シーズンにおいて、プレデターズでダン・エリスが成績を残したため、スターターであったクリス・メイソンはセントルイス・ブルースにトレードに出され、2008年から2009年シーズンでは、リネがエリスのバックアップに昇格した。2008年12月1日、リネは完封の記録で、プレデターズの ゴールテンダーとして二人目のルーキーとなった。2009年2月、リネは12試合中9勝をし、防御率0.944、ガー1.72を記録した。彼は NHL 月間ルーキーに選ばれた。3月14日、シーズン7回目のカンプルでプレデターズの記録に残った。2009年、リネはアイスホッケー世界選手権にアイスホッケーフィンランド代表として、 カリラモと共にゴールテンダーとして出場した。リネはフィンランド代表としての初試合で完封し、30球、防御した。2010年から2011年シーズン開幕戦で、リネはアナハイムダックスのフォワードのトロイボディと衝突し、下半身を怪我した。アンダーズ・リンドバックが、その後3試合を引き継ぎ、リネは復帰したが、12月に再度怪我をした。 12月23日に完全復帰し、1月の1ヶ月間で彼にとって史上最高の防御率0.946が1.71を記録した。このシーズンの記録から、リネはリーグ所属のチームのゼネラルマネージャーたちの審査による NHL の最も優秀なゴールテンガーに与えられるベジーナ賞の最終3名に残った。また NHL の最優秀選手に投票される。 ハート記念賞で第4位となり、NHL セカンドチームオールスターに選ばれた。2011年、プレデターズは、スタンレーカッププレイオフで、アナハイムダックス相手に4勝2敗で勝ち抜け、リネは、プレデターズをチーム史上初の2回戦に導いた。2011年10月29日にダックスを下し、リネは、完封22でプレデターズの記録を作った。11月3日、 リネは7年間4900万ドルの契約をし、当時プレデターズ史上最大の契約となった。2011年から2012年シーズンの間、リネはトーマス・ボコアンの8連勝を抜いて11連勝の記録を作った。2012年4月25日、2年連続ベジーナ、詳細集候補となった。前年に続きリネは好調で、2012年プレイオフで、 デトロイト・レッド・ウィングスと対戦し、4勝1敗で2回戦進出への一翼を担った。しかし2回戦ではフェニックス雇用手ズと5試合対戦したが、敗退した。2012年9月25日、2012年から2013年の NHL ロックアウトに伴いリネはベラルーシにある KHL の HC ディナモミンスクに参加した。12月にディナモを離れ、 2013年1月ロックアウト終了と同時にプレデターズに復帰したが2012年から2013年シーズンは48試合しか行われなかった2013年5月腰の関節鏡を受けた当時腰が感染症を起こしており2013年10月24日リネは活動を休止し綿密なリハビリを開始した2014年3月5日 復帰したが、ピッツバーグペンギンズと対戦し3対1で敗退した。2015年、再度ベジーナ賞最終候補に残った。2014年5月、リネはフィンランドのオールスターチームに選ばれ、チームはアイスホッケー世界選手権で銀メダルを獲得し、リネは MVP を獲得した。ゴールテンダーとしてバタフライスタイルを取り入れており、早めに膝を床につき、 低いパッドを足でブロックする。6フィート5インチの長身のリネは、タンパベイライトニングの便利ショップの6フィート7インチ、バッファローセーバーズのアンダーズ・リンドバック、シカゴ・ブラック・ホークスのスコット・ダーリング、ミネソタ・ワイルドのデバン・ラブニックの6フィート6インチに、続き5番目に高く、ミネソタ・ワイルドのダーシー・クーンパーと同じ高さである。この身長の高さが、 スティックや足をパッドに届きやすくしている。2013年5月、長年交際していたクリシー・レートサーリーと婚約した。GP イコール試合数、W イコール勝ち、L イコール敗、T イコール引き分け、イコール延長敗、が、イコール失点、SO イコールシャットアウト、がイコール平均失点数、SV% パーセントイコール防御率。ありがとうございます。